今日は3回目でございます。トヨタのクラウンスポーツ、納車されて、数日経ってますが、今日はですね、またゴルフに、今向かっているところですが、なんと燃費がね、ちょっとご覧ください。もう今日これ80キロぐらい走ってますけど、燃費がなんと 20.2 キロ。いいですね、本当に。こんなにいい燃費の車かっていうのはね、本当買って乗るまで分かんなかったです。あともう一つ、もう皆さんに素晴らしい発表をしたいと思います。それは初めてこの車で気づきましたけど、前にトラックが走ってる方が空気抵抗があるので、空気抵抗が減るのでね、ですから燃費がねすごくいいんですよ。だから皆さん、前が車走ってる方がイライラしないでください。逆に喜んでください。前に車走ってる方が燃費が上がります。ガソリン代が助かる。だから今も、ちょうどね前に車が、います。喜んでね、車がいる後ろを走りましょう。この方がね空気抵抗減るので燃費がいいんですよ。これがねやっぱりこういう車に乗って初めてね気づきます。ここにすぐ燃費がね出ますのでね、瞬間瞬間の。だから皆さん、これからの車の運転は前に車がいると喜んでください、ね、イライラしちゃダメですよ。燃費が得しますから。ということでね、今日は今までに誰も多分知られていない、燃費の稼ぎ方、これはね今日は送りました。はい、それではまた次回、楽しみにしてくださいね。